お願いします。はいはい。うん。ねあの実はまあ先ほどねうん、うん、あの三十分一つ三十分一つで競馬の先は YouTube の話したんですけど、はいはい、あのもう一つ、うん、あの終わったらね相談があるということで、うんうん、まあ実際、はい、あの当たってませんと。はい。うん。で。 その相談ということで、まあ、新たにまた、あの、三つ目の相談を受けたんですけど。えっと、何ですか。何にも遠慮しなくて、聞いてください。三人から、うん、うん。まあ、結果としては、どうだったんですか。あの、この土日の結果は。この土日は、しずかちゃんの一日着。の本命ね。それと、えっと、結果は、あの、すべて。 一二着とも全部外れたんですか。チューリップシ賞の一着だけで、うん、あとは全部、うん。あ、なるほど。外れてます。ていうことは、えっ、ー、と、ナミュルだけ。だけですね。ナミュルが当たったんですね。はい、はいうん。で、ナミュルが当たったということは、あなた自分で褒めたんですよね。ナミュールやろうと思って。あの、あのね。はい。ナミュールやろう。で、自分の成功をないがしろにしてはいけないんです。うん。うんうんうん いやナミュールじゃない人も山ほどいたんですから1着予想が当たり前じゃないですかそうですよねあなたがナミュールやろうってね,、うん、ね当たり前じゃんって当たり前じゃないですよ、うん、なんでかって言ったら、うん、えサークル・オブ・ライフも3着でしたし、うん、ドーデュースも2着だったわけですナミュールが1着ってこれってすごいことなんですよわ、うん、かりますよね、うん、であなたたたがが当たったのが もっとすごいことなんですよそしてあなたがね、この YouTuber さんにしようと決めたあなたがもっとすごいことなんですよそしてその YouTuber さんもすごい人なんですよこのすごいがいっぱいからナミュールがすごいんですもうナミュールの後ろには旧社の人とかいっぱいいるからナミュールとかその関係者がすごいんですね、そして一番人気に選んだ競馬ファン がすごいんです。うんうん、そして、あなたが当たったからすごいんです。ね、そして、ええー。ユー,ーーユーチューバーさんがすごい、ユーチューバーさんを選んだ自分がすごい。うん、この作業をしないから。うん、ね。はっきり言ったら。あの。暗いユーチューブになってるんです。わ、うん、かりますよね。うん。わ、うん、かった。はい、だって。 楽しそうじゃないもんそりゃないのは決ままってすよねあなたの心はね外れた方に心が向いててそして外れたことを YouTube で配信してるんですよテロップを見ました外れ外れ外れいやいや僕だったら「一着あたり!」その下に。 少し小さく見えるように隠すようにじゃなくて馬券は外れたけど一個当たったすごい。ねそういうテロップを僕なら出すんですね。これプラス思考でも何でもないです。あなたはすごさに気づいてない ナミュールの凄さに気づいてないナミュールの関係者の凄さに気づいてない、うん、あなたはまず凄さに気づかなきゃいけません、はい、自分の凄さにも、うん、そしてすごいということを配信しないといけません、うん、自分がじゃなくて、うん、自分がすごいということを配信したら何、うん、じゃこいつって思われるんです <laughs> <の>、ね、すごい人のことをだってあなた YouTuber さんの予測のもとにナミュールを一着にしたんですよね、うんはい いやあなたその YouTuber さんに感謝したり褒めたりすごいって YouTube の視聴者さんに伝えましたか意味がわからない <laughs> まずはそれしなきゃテロップで言ってること分かりますよねそしてさっきの「すごいすごいすごい」っていうのをあなたが外れようがどうしようがあのはっきり言ってどうでもいいんですよ。 あなたはどうでもいいことを、うん、いやあなたが外れたことを YouTube で配信して、うん、視聴者のために何か役立つんですかその前にあなたのために何か役立つんですか、うん、この土日であなたの一番の収穫は、うん、ナミュールが一着当たったということなんですよ、うん、いやその以外はどうでもいいんですも、うん、この事実を分かってもらいたいんです、うん、言ってること分かるはい そこがもうままずず根本ととしてずれてれるなと思います、うんうん、その上で「うん、ナミウル」の1着を当てたユーチューバーさん誰ですか<の>あなたが参考にした福の神さん。じゃあ福の神さんで3レースとも当てたんですね。はい、そうで,す、うん、で3分の1というよりはまあ6分の1ですよね。12、はい、着ということなんで6分の1当たったんですね。はい 6分の1の確率っていうのは高いんですか？低いんですか？高<い>うん、高いですよね。はい、うんじゃあ次のレース。うん、この土日のレース誰の？予想に乗っかると、うん、あなたは昨日まで決めてましたか？昨日までうん。昨日まで、うん、正直、あなたは誰にしようかって悩んでたんじゃないですか？はいはい そうですね。このまま続けるか、うん、じゃなくてじゃなくてはい、はい、悩んでたということは。あなた福の神さんは,はい、はい、ダメだったという風うに勘違いをしてしまったんじゃないですか？福の神さんは当たったと、うんうん、あなたは正確に判断しましたか？うん、いや、当たったんだったら、はい、あの何も考えずに。うんうん あのいや僕はあなたが、うん、あの今日今、うんうん、今後どういうふうにしてそのユーチューブの解明を決めていいかという相談ですよね。で、うんうん、それ相談してるということは、うん、あなたは福の神さん外れレだと思っているんだよねっていうことです。で、うん、僕からしたら当たってるんやけどっていうことです。それはどう思いますか。 あなたが外れてるって思ってるんだったらえ僕はそれは間違いだよって教えるだけでねあなたが当たったと思えるかどうか僕は当たったと思ってるんですよ服の神さんうんあなたは外れたと思ってると思うんですよ多分いや当たったんだから今週も服の神さんで3レースあるのかな3レース行ったらいいんじゃないのっていうのが答えなんだけどそれはどうですかはい 当たったんだもんだって。うん、これ一頭も当たってなかったら。うん、今日の相談って僕、ま、うん、っとだなと思うんですよ。わ、うん、かりますよね。はい、当たってるんですよね、うん。あなたが馬券で外れただけであって。うん、福の神さんの。予測は六分の一当たったんですよね。うんうん だったらあなたが他のユーチューバーさんの予測を考える必要はないですよね。うん、えどうも当たった人がいるのに、はい、他のユーチューバー探すの。えあなた他のユーチューバーさんと今後も今今週ミックスするということは、うん、福の神さんの二着が 次のレースでは当たるかもしれないということを却下することになるんですけど、うんうん、それは大丈夫なんですか？大丈夫じゃないです。え、服の神さんにいいとか悪いとかの話をしてるんじゃないですよ。はい、競馬っていうのは大体ごねあのこんなもんなんですよ。うん、だから面白いんですよね。うん、えすごくないですか？うん、あのナミュールが当たったの。うん、え、僕すごいなと思うんですよ。うん えだってえあなたはもう競馬を何年もやってるから分かりますよねうん、うん、あんなに出遅れ癖のあるナミュールがうん、うん、ほとんど出遅れをしなくて出たって、うん、奇跡じゃないですか。うん、あれ出遅れしてたら、うん、1一着に果たしてなれましたかねということは。うん 全てのことを福の神さんは想定して想像して、うんうん、そして決断を下してるっていすごくないいですかか、うん、言ってるることわ、うん、そこまでできる人だったら僕はナミウールの1着を当てれる人であれば、うんうん、他の2つのレースの、うん 一二着を当てれる可能性は十分あるんじゃないかなって判断するんですよ。僕はそれぐらいナミュールが一着に来るというのはね確率としてはそんなに高くないと思ってたんですけど、あなたはどういうふうに思ってあのレースを見たんですか？すね、僕はナミュールは来ないかもしれないな。 って思ってましたようん、うん、あなたは予想はもちろん解明は乗っかったからうん、うん、でもその後ねじゃあ果たしてナミールが来るのかどうかということはまあ自分で考えたり想像したりするわけじゃないですか。うん、あなたナミール本当に来ると思ってたんですか 来ない可能性もあるや僕は2着馬券内って言ったら3着以内はあるだろうなと思いましたさすがにこの前ほどの出遅れはないだろうなとまあもちろん途中で故障とかそういうことってないことはないなとは思いましたけどまあそれもちょっと最悪のシナリオであってまあ3着か2着か1着やろうなと思ってたんです。 一着の確率ってそんなに高くないなと僕思ってました。うん、あなたはどう思ってましたか。ね、僕はあのし静香ちゃんの解明を見たときに、うんうん、あなたナミュール二着の馬タン買ってました。あ、買ってないです。もうそのままですよね。はい。 あのもちろんそのまま予想したわけですからうん、うん、じゃああなたはね自分で買うんだったら「うんうん、ナミュール」の着着は考えましたた、うんうん、あなたナミュールの軸感がその、うん、福の神さんのことは別としてあなたはすごく強かったなと僕思うんですよ。はい、はい あなたと話して、先週ね、あなた。自分の以前のようにね、うん、この前までのように、うん、自分の考え方で買うんだったら。あの、ナミエル二着のケースの馬券を買いましたか。あー、二着のケース。うん。 正直買ってなないいじゃないですそれよりもナミュールから多くに流すっていう100円を使うんであればね裏表を使うとすれば12、うん、着の裏表とかしなきゃいけないから100円を多く使ってしまってナミウルのの相手に流せるるものが少なくななくじゃないですかそうすると多分あなたがナミュールにすごい自信を持ってたところを見ると多分ナミュールの2着設定はしないんだろうなと僕は思うんですよ。 そしてあなたが自分のことをすごいと思えなかったのは、うん、自分の予想と一緒だったからですよね、うん、すごくない自分の予想と一緒だったから、うん、あなた福の神さんすごいと思えなくなっちゃったんですよ、うん、いやあなたすごいんだよナミるル一着やって思ってたっていうこと、うん、いやあなた自分のことすごくないという人だから、うん、いや どういういこと起きるるか教えてるんですあなた自分のことすごくないと思ってるとすごい人のこともすごく思えなくなって今あなたがやろうとしている自分の実力を上げるために y o u t u b e ーさんの解明に乗っかって学ぶという当たったら外れたら当たったらで外れたら解説聞かなくていい当たったらナミュールをなぜ選んだかっていう解説は聞くべきだと思います。外れにはね <laughs> あの、いろんな理由があるんでしょうから。うん、うん、そしたらへえ、そうなんや、ちょっと私とは違うけど、あ、こういう考えもあるんだなとかね。言ってる。だって、あなた、今回のナミールの件、あなた大事ですよ。うん、あなた、自分のことすごいと思ってなかったんで。うん、福の神さんまですごいと思えなくなっちゃったんですよ。そして、次のレース。ね。私は外れたから。 次のレース当たるために先生にに聞こううという発想になったんですよそれはあなた当たったこと分かってないよねっていうことなんです。うん、あなたが今日カウンセリングをしてくれた答えは「うん、うん、当たったねおめでとう」。うん、うん、このの土日も、うん、あの 福のの神さんでやったのったて「ああすごいね」って「じゃあ福の神さんで1日着やってみたら」うん、で終わりなんです、はい、よろしいでしょうか、はい、よろしい、はいや福の神さんが当たってる間は福の神さんんに乗るんです、はい、あなたは、はい、多分こう勘違いしたんです。うん 当たらなかったら一日、うん、着を混ぜてという僕のアドバイスを僕が言ってたから多分相談に来たんだと思うんですよはい、はい、ね当たってるって分からなかったということです、うんうん、今回福の神さん当たったんですよ、うん、言ってることわかるうん、うん、え六等中一等当たったら当たりですよね、はい、うん 一日着当たったら大当たりですよね。うん、例えばサレース中、うん、福の神さんが例えばね。先生次の第二分に、うん。うんこれってもう三十分終わった？はえっ、ー、と十五分です。あ十五分。はい<あ>そのまま行きますか？あ,ここあじゃあここで一回切りましょう。はい,はい、はい、ありがとうございます。